いつあれ前なんか戦ったやつ持ってよね、なんかこんな感じの盾の方が本体みたいな。あれ皆様、お逃げください。楽しい会始まらねえ。魔物が我が城に。え、死んだ。もうめっちゃ向かってきよりやん。無理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 。こんな中でお披露目会とかできんの。大変です。多くの魔物がこちらに向かっています。どうかここからお逃げください。このタイミングで。どうするんすか。なんということだ。伝説の勇者を捕らえるために魔物どもめ国ごと滅ぼすつもりか。命の大事よ。どうかその神聖なる息吹で我々をお守りくだされ。もう何そういうのも察知しとん。お披露目会が行われるぞみたいなスケジュールが。無言扉を睨みながらクレイモラン王を必死に守っている。あ、この人クレイモランのあれか、護衛か。返事がない。すでにこと切れているようだ。マジで？ただの屍。めっちゃなんかオロオロしよる。誰だ、勇者がいれば大丈夫なんて言った奴は。全然大丈夫じゃないじゃないか。自分もいいよってやん。サマディーよ、ご安心ください。ここであなたを失うわけにはいかない。我が命に変えてもお守りします。かっこいいね、頑張って。私は出ていく。戦ってるよ。もう侵入してきとるやん。勇者はどこだ。まあ、そっか、さっきの兵士がやられてるってことは。あの人がどこの人かは知らんけど。門とか守っとった人かな。数が多いな。しかし、悪しき異形の者どもに勇者を渡すわけにはいかぬ。ここは私と牢が引き受けた。そなたはその子を連れてエレノアと共に城の外に逃げろ。戦える人全然おらんやん。誰か護衛についてくれんと。出るかだろう。しかしこの数では。あ、でも合流してエレノアに子供を渡したらあれか。案ずるな。この程度の魔物に不覚を取るほど追いぼれてはおらぬわ。もともと兵士やったよね、あの人。さあ行け。もともと兵士やったのが今王様ってすごいね。ここは頼みます。すごい大出世。ドリームやドリーム。まあ、ただ今ここで働きよる兵士の人たちはね、娘が生まれん限りはちょっと関係ないけん。はあはあ、アーウィンが向かったのは玉座の間か。無事だといいが。玉座の間？邪悪の魔の者なのに、希望の帰りなワトさん。我らが蹴散らしてくれるわ。玉座の間は、あ、そっか、あっち側か。玉座の間を出て、まっすぐ行ったところが、あの会議室やったよね。己魔物め、ユグナ王国の名にかけて、必ずやお前を仕留めてみせる。頼もしいね。僕はな、普段怒られてばっかりだけどな、剣の腕は騎士団でも上の方なんだい。なんか言い方が若干幼い感じあるけど、まあ、でも実力があるんならね。マルティナもまだ一緒におったんか。私怖かった。よくぞご無事でいてくれました。窓から魔物の大群が向かってくるのが見えて。ずっと窓眺めだって魔物の大群が現れたらもうすごい絶望的よね。今は話している時間はない。この子を連れここから逃げよう。さあ、私についてくるんだ。マルティナも一緒。君たちのことは誰かと思った。私が絶対に守る。なるほどね。たとえ何があっても。服装が変わったのね。さあ早くここから脱出しよう。そういえばなんかあれか、主人公が川に流された時ってマルティナはおったんか。くっ、なかなかやるな。だがお前たちの好きなようにはさせん。魔物が神聖なる玉座の間にまで。くそ、必ず倒さなければ。頑張ってくれ。うわ、大丈夫？あ、大臣がこんなところに。
ちょっと大臣様、違うところに隠れてくださいよ。私も見つかっちゃうじゃないですか。そんな隠れんぼみたいなこと言える場合じゃないよ。なんたることだ。このユグドアが魔物に襲われるとは。ああ、アオイン様。待って、どこ？反対側か？なるほどね。この人たちはメイドと大臣を守りよるわけや。え？でもこっち側も部屋よね。あれってことは、やっぱりこっちから出て行ったんで、あっとったんか。じゃあここからなんだ、どこだ。何やってんだい。壁のふりしてやり過ごすは無理やけん。私今一瞬で見つけたよ。速攻で見つけたよ。お、外に向かいよる。よ、ここから外に。そこ正面じゃない、大丈夫。無理やろ。うわー、怖い。感じる、感じるぞ、勇者の気配がする。うわ、気配まで察知されてしまう。どんなに姿を隠してもその忌々しい光の波動は隠せまい。さあ、おとなしく勇者を差し出すのだ。じゃあどこ行っても無駄じゃね。私の家族には指一本触れさせん。こいつあれ、前になんか戦ったやつおったよね、なんかこんな感じの。縦の方が本体みたいな。あれ、やられてるってことは違うんか。魔物が次から次へと。あなた、私たち一体どうしたら。この城はもう奴らに囲まれている。赤ちゃんはすごいなんか平和な感じで寝よった。とても突破できないだろう。倉庫にある地下通路へ向かおう。あそこを使えば城の外に出られるはずだ。倉庫にある地下通路。どこに向かいよる？なんか水のある方向。傷が。死んでなかった。舐めるんじゃないわよ。誰があんたみたいなのにやられるもんですか。にしても私を口説いたあの男ったら、一人でさっさと逃げちゃうなんて。生きて帰ったらぶん殴ってやるわ。大丈夫？メイドさん戦えるの？こちらからも魔物が。この正門だけは絶対に守らねば。正門から入ってきたよね。ダメだ。もうそこまで魔物の大軍が押し寄せている。正門から脱出は不可能だ。ということで、なんだ、どこだ？あっち向かって行ったんかな？あ、あそこになんか、あそこにも敵が。でもアーウィンじゃないな。アーウィン様たちがそこの扉に入っていかれた。あそこの地下通路を抜けられれば、ユース様は無事に外に出られるはず。よかった、本当に。これってことかな。きっとそうやね。はぁ、はぁ。ユグノアの力、見せてくれる。頑張って、兵士たち。私はアーウィンを追いかける。確か、この棚の後ろに。隠し扉？そういうのなんかワクワクするね、仕掛け。さあ、エレノア、マルティナ、魔物に気づかれぬうちに早く中へ。はい。ね、他の国のさ、王様の娘に向かって呼び捨てで大丈夫なもんなん。なんか様とかいらんのかな。あ、これあれか、今自分たちがおる場所か。現実で。ことはあっち側に行くんやね。よし、行くぜー。もう道は分かっとるけんね。ことはもうあれやん。ここが、嘆きの戦士がおったところやろ。ここでやられたってこと？もう着いたよ。死んでしまう。つかんくっても殺されるんやろうけど。よし、ここから外に出られるはずだ。ああ、来た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 。ここは私が食い止める。君たちは早くここから逃げるんだ。あなた、でも。うわー、やられてしまう。さあ、早く行け。ああ、ほら、ああ、ほら、もう死んだ死んだ。
忌まわしい魔物どもよ、ここは絶対に通さんぞ。死ぬ戦士やもん。もうシーン。守るべき者のために負けるわけにはいかない。魔の者たちよ、消え去れ。話はどうすればいいかな。ユグナージュ地下にいる魔物たちを倒そう。倒そう？これのこと？え、戦えるん？マジで？どうやら魔物はああいうのに気がついていないようだ。このまま戦えますか？まあ、見えてないやろうけどね。はい。戦えるぞ。うん、あれね、なんか一瞬戦いよる。アーミー、ここは倒産ね。今一瞬で私がやっつけたんやけど息子は渡さん。あれ、自分が何もしてないのになんか死んでったなって感じ。あなたの息子がやったんすよ。これで全部倒したようだな。早くエレノアたちを追わなければ。今のそんな疲れた？ほぼ私が倒しましたけど。あ、何？マルティナ！ここにもいないのか？マルティナ！デルカダーローが来た。この声は。あ、ちゃんとやっつけて逃げてこれたんやね。よかったよかった。ご無事だったのか？え、てか死んでないやん、ここ。ねえ。この場所で死ぬんかと思った。普通に生きてる。え、じゃあどこで死ぬんやろ？こっちに戻っていったってことは、またこっちに戻ってくるときに、死ぬのか？あの魔物で終わりじゃないってことか。まあ終わりではないやろうけど。もう一回なんか死にそうな戦いがあるのでは？ボス的な。え？出るかだろう。おのれ、お前は一体何者だ？こいつあれやんね、世界中のとこにおったやつよね。あ、そっか。これでデルカダローが操られとったんやっけ。あれ、ご覧くなった。デルカダロー中に入ったね。それでずっとなんかデルカダローおかしくなっとったよね、この世界中が落ちる前。お前はアーウィンではないか。あれ、意識がちゃんとしとる。皆は無事なのか。あ、デルカダロー、よくぞご無事で。まだ完全に侵食されたわけじゃないんか。幸いにもこの戦火の中、我が息子と妻、そしてマルティナは無事に城の外に逃げ延びました。そうか、それはよかった。では逃げ延びた者のもとに我が手の者を早速向かわせよう。出るかだろう、何を。我が手の者を早速行く、どういうこと？保護するってこと？え？いや、まああれよね、乗り移られたもんね。やっぱ意識はっきりなんかしてなかったんや。もう完璧に乗っ取られてるってことやんね。せっかく魔物倒したのに。勇者の血筋などここで途絶えるがいい。ここにやられるのか。デルカダール王、いたらお返事を。あ、デルカダール王、グレーグ来た。デルカダール王、おう、よくぞご無事で。到着が遅れ申し訳ありませんでした。今と変わらんな。アーウィン様、デルカダール王、これは一体、今報告する前に普通に気づかん。アーウィンが突然私に襲いかかってきたのだ。だから仕方なくこの手で。正当防衛を主張ですか。そして我が娘マルティナもユグノア王妃エレノアに人質としてさらわれてしまった。夫婦揃ってなんかすごい悪い風に言われおる。なんと、ユグノア王家ともあろう方々がなぜそのようなことを。いやいやいや、騙されないでグレーグ。おそらく勇者の誕生が、ここで騙されて、この城の者たちを変えてしまったのだ。グレーグはずっと信じとったんやっけ。まあ、向こうについとったもんね、最初。城を襲った魔物たちの狙いは勇者を手に入れること。操っとるのが解ける前も。そのためにあまたの命が消えていった。勇者の光に闇が引き寄せられたのだ。伝説の勇者がいなければこのような悲劇は起こらなかった。勇者は世界を救う希望の子などではない。これまだ
主人公生まれたところだね。この世に邪悪なる闇をもたらす存在。10年以上乗っ取られとったってこと？やばいね。災いを呼ぶ悪魔の子だ。ロトゼタシアの平和を脅かす勇者を意識が戻ったとかでもなく、野放しするわけにはいかん。草の根を分けても見つけ出すのだ。やばいな。あ、生きとる、生きとるよ。違う、生きとるよ、助けてあげて。勇者は我が息子。これ助けれるんやない？助けれん？悪魔の子などではない。出るかだろう。止めなくては。このままでは世界は闇に。エレノは我が息子よ。不甲斐ない私を許し。あ、死んだ。最後の力やったんか。剣取ろうとしよったね。ん？戻った？もしかして。なんかおる。あ、これさっきなんかドアップで話しよったやつや。なんかめっちゃ吸い取られよらん。あれ、アーウィンよね。うまい。なんか食われよる。魂ってこと？我が名は、バクーモス。絶望を喰らう者。でも絶望を喰らってくれるんやったらよくない？そういうことじゃない。ダメな、本人苦しいんかな。愛する家族とは死に別れ。この男の絶望は、絶望食らってくれたら自分の中の絶望なくなるんやない。そういうことじゃないんかな。こんな絶望にはそうありつけはしない。いや、私バックとかのさ、悪夢を食べるっていうのもいい意味やと思っとったんやけど、もしかして違う。苦しいもんあれ。16年前の悪夢を何度も見せよく分かってないよね。あれ、こうして食らい続けているのだ。悪夢を取り去って、なんかすっきりさせてくれる妖怪なんかなって。妖怪、僕は妖怪なのか。妖怪ウォッチに出てきたっけ、今妖怪って表現したけど。16年間食べ続けても飽きぬほどだ。バクは普通に存在する動物よね。だが、しかし16年間同じものを食べ続けるとか絶対無理やけど。そろそろ違う味も試したかったところだ。だってね、1日だって3通りちゃんと食べたいもん。それぞれ。さあ、感じるがいい。お前の心の悲痛な叫びを。何、戦闘に突入しそうな予感。何、スローモーションでなんか。ここはお前の心の中にある。記憶か、今かと思ったこれ。最も忌まわしい記憶。あ、世界中が落ちる直前のやつか。お前は勇者の力を奪われ、魔王を誕生させてしまった。そしてこの世界は壊れたのだ。お前は誰も守れなかった。お前は世界を救えなかった。それは無力な勇者の罪。こんな感じで、なんか否定ばっかりされてマインドコントロールされたりするんかな。抗えぬ絶望の暗闇に落ちてしまえ。それが私の糧となる。そういう人ってすげえ全否定してくるんやろ、こっちを。やだな、精神的に来るやつ。てかずっと周りにと、なんか仲間おらんよね。これもまだ現実に戻ってないん。あなたの中にある聖なる光は決して消えることはありません。その光はあなたの中でひそやかに目覚めの時を待っています。この世界を再び光で照らすために。闇を滅ぼすことができるのは勇者であるあなただけ。さあ目覚めなさい。この世で私一人だけとかめちゃくちゃプレッシャー。もう一人ぐらいなんか協力者がおっていただきたいけど。
なんだこの光は。お、現実に出てくる？何？一体何が起こったの？おお、出てきた。おお、よかった。無事じゃったか。ええ。過去の嫌な経験をしてきたよ。きっとあのまんまで終わればね、本人には記憶もなかったようなことを体験してきて。前が見えん。お、一瞬飛び出してきた。貴様が全ての元凶か。さあ、こいつを倒してアーウィン様の呪縛を解き放つぞ。戦闘突入。あと一歩で。もうあの次の瞬間戦闘突入でいいやろ。まだ喋ろう。食らえるところだったのに。まあいい。こうなったらお前ら全員皆殺しにしてまとめてオードブルにしてくれるわ。豪華にされる。よし、あっという間にやっつけたるわ。気をつけて。パワーアップよ。いけいけ。お、やったね、ありがとう。まあね、この仲間の間で主人公が一番攻撃力高いけどね。圧倒的に。くたばれ。せーの。一番攻撃力弱いのグレイブだね。違うかな。シルビア。どうはね、結構魔法での攻撃力が高かったはずだよ。あっという間。めちゃくちゃあっという間。お、グレイグレベル37。ベホイも覚えたって、やったね。クエギア。お、おったおった。ちょっと一瞬鎧おらんくなったんかなと思った。立ち上がったよ。おー、姿がちゃんとアーウィンになった。すごい、なんか生身の体になった感があるけど。ここは一体しんどんよね。生き返ったわけじゃないよね。その眼差し、その目に宿る優しい光は、まさかそんな。我が息子なのか。すごいね、すぐわかった。わかるもん。本当に私的にはこのアーウィンにもエレノアにも顔似てない気がするんやけど。お前だったのだ。パッと見てわかることじゃないよね。眼差しとか言われても。ああ、でもどうなんやろ、似とんかな。ヒゲが生えたら同じような感じ。ようやく元のあなたに戻ってくれたのね。ね、そっちは姿現さんの？はあ、信じられない。君なのか、エレノア。あなたを苦しめていた姿も残らんぐらいぐっちゃぐちゃにされたってことかな。私たちの息子が解き放ってくれた。これで私たち安心して旅立てるわね。そうだな、エレノア。この場にあれよ、デルカダールを持ったらよかったのにね、誤解を解くというか、謝るというか、ね、そういうシーンも欲しかった。でもあれ、乗り移られたのは見とったよね。目の前で乗り移られたもんね。ちゃんと理解したのかどうかは知らんけど。私の可愛い坊や、あなたにはこれからも多くの困難が立ちはだかるでしょう。それでもそのまま、まっすぐに進みなさい。あなたの中にある希望の光がきっとあなたを導いてくれるはず。父と母もいつもあなたを見守っていますよ。母親の姿も見ないよ。さようなら。まあ、さっきの幻っていうか、なんていうか、あの中でじっくり見たかもしれんけど。これでもう寝る
仙の宿屋に泊まっても誰も夢を見ることはないってことやね。これで本当にお別れじゃな。あでもそれってあれやん、売り上げが3倍になったとかって喜びよったのがなくなるってことやね。誰も夢を見になるけん、うん、ああそれん何お光よるってことは能力が戻ってきた。勇者の紋章が光り輝いておる。アーウィンとエレノアが勇者の力を蘇らせてくれたんじゃな。さあ行こう真の勇者よ。今度こそ勝利をこの手につかむのだ。次は何、どこに行くの。勇者の力が復活したことによりアイナのスキルパネルが新たに解放された。さあいつまでも嘆いていてはいかんな。気を引き締めて次の目的地へ向かうぞ。ここより北にあるグロッタの町ならば人も多いし新たな情報が得られるかもしれん。早速行くとしようかな。あそっか、近くにグロッタの町があるんやっけ。次そこやね。真の勇者、16年前の悪夢に囚われたアーウィン王を救い、勇者の力を取り戻した者に贈られる称号。真の勇者やって。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことは次マルティネが出てくるってことやね。よし、よき。ついさっきマルティナ見たところやけんね。ちっこいマルティナ。